隆さん、本日もご来店ありがとうございました。たくさん笑わせていただきました。ユリアは可愛すぎ、もうありえない。この世に存在しないレベルで可愛すぎるんだよ。ああ可愛い、本当に可愛い。うちの女性社員とは違いすぎる。ユリアみたいな女の子が俺の部下だったらな、それだとどれだけ良かったか。今の社員さんも大切にしてあげてください。それ優しいんだよユリア。それでいて美しい。本当にそばに置いておきたい。俺の部下になってくれないか。ごめんなさい、まだキャバ嬢やらせてください。だよね、俺もその方がありがたい。もし会社にユリアがいたら絶対にセクハラしちゃうから。やばいですね。それぐらい好きなんだ。どうしてそんなに可愛いの。美を磨いてますから。だよな、もともと可愛いだけじゃなくてちゃんとスキンケアとかしてるもんな。はい、たかしさんがお店に来てくれるので私の美容アイテムが増えていきます。俺のおかげ。もちろんです。ああ最高だよ、本当に好きになっちゃう。なってください。もうなってた。というかうちの女性社員にもユリアを見習ってほしいよ。私ですか。うん、俺の話しっかりと聞いてくれる。会社のみんな無視するんだ。俺が仕事の話をしてもみんな避けていく。かわいそうだろ。俺は会社ではのけ者扱いされてるんだ。まだ50歳なのにジジイって言われるし、食事に誘っても誰も来ない。それどころか LINE も教えてくれない。それ辛いですね。たかしさん面白くていい人なのに。ありがとうユリア。もう本当にユリアだけだよ、毎日会いたいよ。じゃあ毎日ご来店されますか。それはさすがに無理かな、お金が持たない。ご利用は計画的にですね。そうだね、でもユリアのために働いてるから毎日でも行きたいな。お気持ちだけ受け取っときます。明日から激務だけど元気もらいたいからユリアから頑張ってって言われたい。たかしさんお仕事頑張って。嬉しい、でも肉声でも聞きたいし顔も見たいからテレビ電話ってできる。化粧を落としたから無理です。え、それ逆に見たい、ユリアのスピン見たい。見せられません。ダメ。じゃあ声だけは。お風呂入ってます。なおさらテレビ電話希望。会社だとセクハラ発言。お風呂は何時頃出る。発信浴するから2時間後です。じゃあもう寝るしかないな。そうだね、おやすみ。明日も頑張ってね。うん、ユリア愛してる。数日後。ユリアに遺産残したい。ん、急にどうしたんですか。俺は今まで恋愛したことないし遺産を残したい親族もいない。でもユリアには残したいんだ。お気持ちありがとうございます。でも私は大丈夫です。今お金に困ってることないですし、そのお金は高橋さんが使ってください。遠慮しないでくれよ、生命保険とかの受け取りをユリアにしたいんだ。そんなそんな。でね、ここで問題が発生するんだ。問題？今日相談所に行った時に遺産とかの受け取りって他人では厳しいって言われた。ユリアって独身だよね。はい。俺と結婚してくれない？え？悪い話じゃないと思うんだ。遺産も受け取れるし、二人なら寂しい生活にならないし、俺はユリアのこと大好きだし一生大切にする。だから俺と結婚してくれ。ごめんなさい、結婚したりはできないです。どうして。お気持ちだけ受け取っておきます。好きなんだよユリア。このままじゃ客とキャバ嬢のまま一生距離が縮まらない。俺の遺産300万くらいあるんだ。だから結婚してくれ。ごめんなさい、私は25歳でキャバ嬢です。30歳までは現役で頑張りたいです。じゃあ5年後に結婚できる。それは分かりません。分からないってことは俺のことは好きってことだよね。たかしさんのことは尊敬してます。でもさっきも言ったように私はキャバ嬢として頑張りたいんです。今結婚しちゃうとお店に出勤できないし自分のやりたいことができなくなるの。俺のことが好きってこと、結婚したいぐらい好きってこと。たかしさんのことは尊敬してますよ。一緒に暮らしたいな。
でもって子供も産みたい。何人ぐらい欲しい？俺は女の子2人ぐらいが欲しい。ユリアに似てたら可愛いだろうな。俺に似たら最悪だけど。どうかな、ユリア。私はまだ子供欲しくないんです。え、そうなの？早く産んだ方がいいよ、子供は。それは人それぞれの考えによります。子供を産んでしまうと体型が崩れてしまうので、今は欲しいと思わないんです。申し訳ございません。そっかそっか。でもあれだよね、エッチはしたいよね。はい。彼氏いないって言ってたけど、もったいないよ。ユリア可愛いんだから、俺が養ってあげるからね。そういうことも俺とやろう。愛し合う二人のエッチは絶対に気持ちいいはずだよ。すみません、店長から電話が来ました。失礼いたします。終わったら俺とも電話して、ユリアの声聞きたい。顔も見たいけど、ユリア。数日が。ユリアって俺のこと騙してるの？どうされましたか？今日会社のみんなに自慢したんだ、ユリアのことを。はい。これが俺の彼女だって言った。でもみんな信用してくれなくて。だから明日会社に来てくれない？そこで証明してほしいんだ、俺の彼女だって。申し訳ございません。高橋さんはかばいたいところなのですが、私は彼女じゃありませんよ。え？私はあくまでキャバ嬢です。高橋さんとは上とお客様の関係です。そんなわけないよ。だって結婚の話したよね。俺のこと好きって言ったよね。直接的な表現を控えました。好きですかと言われたので、尊敬してますと答えました。つまり好意はないとお伝えしました。申し訳ございませんが、結婚の件は諦めてください。お願いだよユリア。俺人生50年生きててさ、これまでいいことは一つもなかった。好きな女の子はできるけど全く報われないし、それどころか昔に女にいじめられてて、それの恐怖感が拭えなくて、ずっと女から避けてた人生だった。でもやっぱり俺は女が好きだから、頑張って声かけたりしたんだ。でも全くダメで、全然見向きもされない。恋人ができるどころかデートにすら行けたことがない。男は金持ちならモテる、その言葉を信じて、俺は学生時代から猛勉強していい会社に入った。それで人生が変わると思ってた。でも何も変わらなかった。むしろひどくなったよ。何もしてないのに、見ただけでセクハラって言われて、上司に叱られる毎日、うさばらしで風俗に通うも満たされぬ日常が待っていた。そんな中、ユリアに出会ったんだ。ユリアはどの女性よりも綺麗で、俺に対しても優しかった。この人だけは特別だ。この人だけが俺を見てくれる。そんなときめきから恋愛感情に変わるのに、そう時間はかからなかった。そしてユリアに人生を捧げたい、そう強く思ったんだ。だからユリア、俺に支えさせてくれ。俺の彼女に、嫁になってくれ。長文ポエムお疲れ様です。辛い人生だったのは伝わりました。しかし私の気持ちは変わりません。結婚もしませんし、彼女にもなりません。こんなこと言いたくありませんが、飲みに来る目的以外ならお店には来ないでいただきたいです。お店に来ていただくのでしたら、ルールを守ってくださいね。なんでだよユリア、受け入れてくれよ。こんなに愛してるんだぞ。こんなにユリアを思ってる男なんか俺くらいしかいないぞ。ありがとうございます。でも結構です。そうか、わかったよ。もう店には行かないよ、ユリアがそんなこと言うならね。かしこまりました。今までありがとうございました。もうユリアなんか嫌いだ、大嫌いだよ。翌日。ユリア、考え直してほしい。昨日キャバ嬢について調べたよ。みんな30までに結婚するんだ。それも金持ちの男性と。ユリアが可愛いのはわかるし、夢がいっぱいあるのもわかる。でも現実をもっと見た方がいい。いつまでも稼げる職業じゃない。老いていけば使命が減る。そうなると稼ぎが悪くなる。その前に相手を見つけるべき。昨日は大嫌いって言ったけど、やっぱり俺はユリアが好きだ。今まで言わないようにしてたけど、純粋な気持ちだけじゃない。キスだってしたいし、エッチだってやりたい。このまま素人童貞で死にたくない。ユリアみたいな可愛いこと、ラブラブなことしたいんだ。そのためのお金なら払う。だからお願いします、俺との子供を産んでください。翌日。 LINE の返信ないから、店に電話したらご利用できませんって言われた。これってできんってことだよね。なんでなの？
あんなにお金使ってたのに、こんなにユリアが好きなのに、このままユリアに見捨てられるなら、俺生きてる意味ないよ。ユリア、ユリア、ユリア。翌日、ユリア、お金に困ってないって言ってたけど、そういうことだったんだね。そりゃお金に困ることないよね。こんな立派なマンションに住めるならお金に困ってない証拠だよね。しかも角部屋なんて羨ましい。今ネットで家賃調べたら20万もするんだね。キャバ嬢というか女はせこいね。ただ酒飲んでるだけなのにこんないい暮らしができるなんて。俺は朝から晩まで働いて毎日毎日疲弊してるっていうのに。ちょっと待って、あんた何してんの？やっと返信が来た。家に入っていいかな。ユリアと愛を育みたい。警察呼んだ。え？お前マジでキモすぎなんだよ。50のジジイが25歳にガチ恋って、もうその時点でしんどい。それにセンス皆無のポエムを送ってきて、会社で嫌われても当然だろ。ユリア、いつまでも夢見んなよ。他人の仕事否定する前にまずは自分を見つめ直せよ。キャバ嬢の何が悪いんだよ。ただ酒飲んでるだけじゃねえわ。大半はマナーを守るいい人だけど、お前みたいなヤバい男相手にするって相当なストレスだからな。恩恵受けてたくせに声が実らねえからって批判すんな。かっこ悪いんだよジジイ。ユリア、悪かった、俺が悪かった。悪いところ直すから、だから許してほしい。無理だね、もう修復不可能なレベル。お願いします、ユリア、好きなんだよユリア。後日談。こんばんは、ユリアです。この後、高島、私の家のインターホンを鳴らしているところを警察に取り押さえられました。 LINE の内容やストーカー行為が悪質だったため一発で逮捕されました。2年ほどで出てくるそうなので、それまでに引っ越しようかと思います。ちなみに私には彼氏がいます。向こうも夜系の仕事なので、お互い職業への理解もあります。多分このまま結婚するでしょうが、やっぱり30歳までは仕事を続けます。その後はキャバ嬢を引退してバーテンダーでもやろうかなと思います。とにかく高島はうざすぎました。この動画を見ている水商売系の方、ご意見あればコメント欄に書いてください。それではまた。